それぐらいでいい？そうですね。はい。あ、どう大丈夫、はい、あ、ちょうど。あ、いいですね。あ、めっちゃいい。あと、あ、輪っか。あ、そうですね。輪っかを作る。これは昔、よく作ってました、学校とかでも。ちょりそうのところに。あ、うまい。太くないちょっと太いかな。それ切ったら僕ですね。太ないか。これもうでもまあこんなもんか。いや短いんだ短いんだ。でも折り紙は。あでも折り紙。あでも俺らがほんまに大きくなったからちゃう。成長の証なんですね。ロジウラみたいなことや、うん。だって折り紙のサイズは変わらないでしょ。これできました。こういう感じでしょ派手にする。あとあ風船風船もちょっと。風船もちょっと、はい、頑張りなさい。ちょっと待って、無理だ。うわ、しんど、ちょっと待って、これめっちゃしんどいねんけど。3やわ。うわ、そんなこともできるようになってんねや。おっさんなりたくないな。ちょっとだって親父がこれやったら嫌やもん、俺。黙ってくれ、ちょっと。お父さんがこれやったら嫌やわ。ついてたのでこれから割れると思います。ガチャッつって顔出すまで。顔出すまでね。そうですね。宮迫さん、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。どうぞどうぞ。ようこそ。はい、おめでとうございます。はい。今日の主役入りまーす。ありがとうございます。はい、どうぞ。びっくりしようや言うてるやん。よかったね。びっくりしようや。別にこんな、ね、そのほんまに踊る。めっちゃ喜んでくれてる。めっちゃ喜んでくれてる。ちょっとびっくりしようもん。なんでなんでなんで。もうどうしたどうしたどうした。なんで。このどれが来たんだ。なんでなんで。ちかっちゃう。ちかっちゃう。なんでやだもう分かってる。やらない。もう分かってる。もう分かってる。もう大丈夫やろ。さすがに。さすがにもう大丈夫やろ。もう分かってるやろ。長いな、そのなんか怖がるやつ。最初におめでとうございます言うたやろ。おはようせえよ、おはよう。これやるわ。何やる。誕生日やぞ。今日のこれ一緒の主役ですから、ね、はい、そしてやはりまずはサプライズの楠玉。はい、こちらどうぞ。宮迫さん誕生日といえば楠玉なんか、はい、何もないんじゃないですか、やってること。行きましょう。もうまね、現在バーン、もう結構力強く言っていただきます。わかりました。おめでとうございます。どうぞ。いや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 、もう試験ドキドキしてる、こっちも。俺らもドキドキしてるんですよ。スコってなスコじゃないのよ。幅間違えて、幅間違えるか。グーや。もうちょっと幅間違えて、幅で持ちな。幅で持ちな。ごめんごめん。じゃあ頼むよ、お願いします。ほんまに、もう怖いわ。そう、ほんまにダメです。バーンって言って、なんか綺麗な靴玉思い切ってお願いします。どうぞ。はい。おめでとうございます。おめでとうございます。いや完璧、ありがとうございます。いやもうどうぞ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 、じゃあ座っていただきます。はい、はい、いやーよかったよかった、ね、ナイスサプライズで。いやーわかんねえ、ほんまさっき、はい、さっき家出る前に、はあ、あかん、ちょっと動機がすごいわ、急進の飲んできてほんでちょっと動機収まってきたかなと思って開けてバーンになって、さらに倍増してもてん動機が、うん、あでも喜んでくれてる、こうやって、ね、すごいすっごい喜んでくれてる、すごい、ちゃんと何回も練習したんですよ、ここのクラッカーやろうねって言ってここでそうなんです、はいはい、ちゃんとこれ見事に今のところ進んでおります。はいはいはい、まずはケーキ漬けに、はいはい、このバースデードリンクという、はい、バースデードリンク、いやもうこの乾杯、そうなんですよ、いただき、それはそうでしょう、はい、はい、もう
シャンパンちゃうんかい、はい、いやいややっぱり休診飲んで、はい、陽明酒飲んだらもう俺はジジイやぞ何がですよ、ね、毎日シャンパン飲まれてるじゃないですか。そう今ね大変でしょ。まあまあまあ、まあ、体を気遣って、これでありがとう。初めて飲むかもしれない。知りますよ、そんな毎日陽明酒。そう陽明酒ってものすごいちょっと飲むもんじゃんこんなもんで飲んだ俺まあいいですか、いきますよ、はいはい、だから本当にこんなもんでしょ、これぐらいでしょ。そうそうめっちゃええ音、はい、陽明酒の音ちょっと いいですか、すいません、あれちょっと聞いてください。こっちに陽明酒の音、あ、陽明酒の音、もっと近寄ってきて、見せ静かにして陽明酒の音を聞くから。はい、ありがとうございます。今ほらあの音とかなんか ASMR、それな、陽明酒の、はい、サムネ陽明酒の音にしてるでもほんまにほんまにいい音やね。ほんまにほんまにいい音します。改めて、はい、じゃあ本当に、宮迫さん、はい、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。乾杯。ありがとう。うわすごい。うわ。うわすごい。俺初めて飲んだかも陽明酒。おいしい。おいしいですね。度数。何にも見えへんのかいな、もうだ。え、どこに書いてる度数？え、度数どこですか？え、違う、ちょっと書いてないでしょ。いや、でも薬用酒って書いてあるから。あれ、あ、あった？え、違う、それ賞味期限、それ賞味期限です、それそれ賞味、え、それ賞味、じゃあ製造番号です、それここ製造番号です。わかんないえ、マジで？ほんまに分からん。うん、まあまあでも、うん、お酒、あ、お酒です、ね、でも、本当に体にいい、まあ、昔からありますから、もうなんかポカポカしてきて、確かに本当に 14% です。あ、やっぱそう、14% なんだ。結構よ、ちゃんと酔うな、これ、うん、さあ、乾杯ね、まずウェルカム、この乾杯。焦りすぎ、すごい焦ってる。いや、焦ってない何も焦ってないけど。さあ、バースデーケーキ、よいしょー。まあそれはね、はい、どうはい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 、よし、来たなんかなっとる、なんかなっとるな。あげとこうか、これ、つなぎますね。はいはい、宮迫さん、ひろゆきとかぶって持ってたけど、はいね、これです、これです。どうぞどうぞ。ありがとうございます。あー、素敵。ありがとう。ひろゆきと宮迫さんが一緒になってるんで、揃えといてほしいね。気持ち悪いぞ。何よ。あ、いや、かぶってるって。もうええわ。消せ。何やこれ。おめでとうございます。せっかく52歳ってから、はい、嬉しい、はい、52歳ですって。まあまあまあね、もう52です。親父が52で亡くなったんで、嫌なこと言うな。生まれた日っつっとんねん。いや汗だくで嫌なこと言うな。もう何を言うてんねん。でも元気やからびっくりやってことです。宮迫さんお若いからびっくりですということ。もうもちろんケーキもありますけど、はい、やはりここはちょっとやっぱこの何ですか、 お菓子やこのなんかチキンとかいろいろ、まあね、お食事もパーティーですか、パーティーですから、そんなんも楽しみましょう、はい、ありがとうございます、はい、本当にチキンとかケンタッキーじゃないねんな。見てください、違うんです、はい、チキンね、美味しいんですけど、はい、そうなんです、ちょっとねヘビーじゃないですか、厳しい、うん、はい、だからちょっとこうお酒のあてというか、はい、はい、陽明酒のあてで、陽明酒のあて、まあまあまあ、まあ、嫌いじゃないよもちろん、うん、はい、はい、よかった、喜んでくれてる、美味しい、あのあとほらあのカツオのそうなんか凝縮してるやつ、あれこれいや好きやで、
もうちょっと音楽かけようかな。音楽もうちょっと音楽をかけましょう。ちょっとやっぱ盛り上げるためにちょっと、はい、いい感じのやつかけて。はい。はい。お願いします。そう。あもう。あいい。あ、立つな、ここ。もうええわ。もういいですか。綺麗。いいですか。なんやねん。喜んではるわ。すごいわ。本当に喜んではる。ありがとう。でも嬉しい。ありがとう。もう浮気もせんとやっていく感じですか。やっぱりもう50人は。へへって言ったの主役がへへって言ったいやもう矢吹上位ライブこういう時しか聞けないからするわけないやんけあ、いや、じゃあそう言っていただいたらいいいや、ね、そうねそんなことをこの誕生日めでたいって言うてる中で、うん、もう浮気はしませんかとか記者かお前改めて聞けてよかったなしないするあ、するって言うわけないやんアホな選択肢はしないだけもしかしたらって言うわけないよ汗だくやないかお前何やねん一番頑張ってましたよ準備そうなの1位木村さんそんなん言わんでいいそうな2位僕まあそうやろうな、うん、それはそうなってくるやろ必然的にまあ3位誰やと思って3位誰やクイズバースデーヘルプクイズバースデーヘルプはい、誰でしょまた一本できた、はい、おりょうちゃんあ正解はデレ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 よっ正解お前らはこうせんでええの1位に決まってんねやろバースデーレクリエーションもやっぱ大事ですから、はい、そうなんですレクリエーションはいはい、はいうん、だからそしてレクリエーション今までがレクリエーションですはいバースデーヘルプありがとうございました、はい、あそうなんや、はい、ただ忘れてませんかやばいお誕生日でばプレゼントありがとうありがとうあそりゃそうあそりゃそう本当にこれはあのメンバーそれぞれプレゼント用意しております、はい、ありがとうございますこれもぜひと も皆さん、はい、あの用意したのを受け取っていただきたいと思いますはい、はい、じゃあまずは、僕とおりょうとあやとそれからカズさんですねあ、はい、はいはいどうぞこちらをどうぞおめでとうございますあ、ま、あマジのやついや、マジですよはい何をうわうわ、メガネ、うわうわうわえ、なにおっしゃれえ、なにこれこれこれめっちゃ可愛いやメガネめっちゃ可愛いあでもこれマジでええわあああ、ほんまにめちゃくちゃいいやんいいいいいいああ、ほんまいいえ、別行っていうのこれ嬉しいじゃあ次ははいそしたら僕からあ、いいですかあ、でかいでかいでかいすごい大きいでかいやんかおめでとうございますありがとうございますはいあ、結構重っ、え大きいよあー、そうそう、はい、壊れ物やはい盆栽盆栽持ってるありがとういえいえ、本当に、持ってないですかえ どっち、あ、どっち持ってる、うん、持ってるリアクションしてる観葉植物は家いっぱいありますよ、うん、盆栽はないよかったおめでとうございますよかったじゃあいよいよ私はいラストはい長い付き合いですよ、まあ、そう30年超えてるからなうーん改めてうわっなんかあのですね、はい、真面目に考えた結果、はいはいまあ、体のハードはいろいろみんなのサポートもあって、うん、要は多分しのぎきれると思うんですずっと、うんうんうん、で問題僕ちょっと心配してるのは何心の疲れですやはりこれは気遣いやっぱりあの飲食をしてるあとこういう友人をしてるいろんな気遣いってこの心の疲れだけは、うんうんうん、なかなか癒しにくいと思うんで、うんうん、そこを考えた一品です、うんうん、結構ラッピングもちゃんとねしてるでしょ、うんうんはいうん、往復はがきあのねこれなんでかって言ってね牛宮城続いた3周年5周年10周年になるでしょ変に LINE でねあーどうも木下ありがとうな3周年パーティー来れるなんやのあんだけ仲ええのに LINE よりもこっちに一筆ねはい、はい、いや
宮迫博之を宮迫博之様に変える人と人とのつながりが心の癒しです。いやすごいプレゼント。あのさ、あなたがこの名前のとこで往復はがきいかがですかって言った、うん、ね、あの動画全然伸びてない動画のボケをもう一回繰り返すともう終わりですよ。もうボケ知らん人、知らん人だらけやからな。伸びてないんですか。伸びてない。え、伸びてないんですか。伸びてないです、伸びてないです。80万ぐらいはいってるでしょ。もう あれで80万いくんやったら俺一生やっていけるわ。いや、おめでとうございます。いやー、よかったよかった。いや、おめでとうございます。はい、ただ、ただ、皆様、はい、このね、いや、ちょっとこれはコントチックなオチじゃないですか。はい、ほうほう。あの、そら、あの、ここで終わるとなんか、うん、ね、ない、誕生日。いや、それはほんまにほんまにこれだけか思った。30年以上の付き合いで、いやいや、これもこの全員の最後のはい、なんですか、ビッグプレゼントとかサプライズ、サプライズを。はいはいはい、あの、これは本当にご用意しております。はい、それではどうぞ。さあ、どうぞ。さあ、誰が、もう僕たちの要は一番のなんていうかビッグイベント、はい、プレゼントというか、今回の最後の、はい、今宮迫さんが頭に浮かぶこの人誰か、はい、心当たりありますか。はい、いや、体格いいから。体格がいいですね。格闘家の方か。でも、なんとなくではあるんですか、はい、このアーティスト。あ、はい、はい、どうですか。いや、だって俺はプロレスタイガーマスクとかあの世代やから。佐山さん、え、そうなん。お名前聞きます。お名前、お名前は何とおっしゃるんですか。大西です。大西、大西さん、大西さん、ラグビーとかで、大西さんっていらっしゃったよね。た、あ、た、そうか、たい、あ、あ、あ、なるほど。皆さん今、手をちゃんと、手の大きさも見て。確かに。でかいっすもんね、手。あと一つだけ、はい、あの、答え以外の質問を許可します、ね。はい、あと一つだけ質問を許可できます。どうぞ。スポーツは何をされてましたか。野球ですね。さあ、答えはどうでしょう。失礼ですよ、失礼ですよ、当てないと。大西さん、野球、うん、タイマー行くかな。もう、わ、ごめんなさい、お前、はい、ちょっとこれはちょっと僕失礼だと思いますけど、まあ絶対お会いしたことあるってことは、はい、ごめんなさい、ごめんなさい。さあ、はい、それでは覆面をお取りください。どうぞ。どうぞ。え、え、誰やねん。誰中の誰やねん。これ、なんやこれ。僕はよく知らない、うん、僕はよく知らない、僕よく知らない。じゃあ、僕も全くわからないです。知らないです。え、僕知り合いですか。よく知らない。誰やねん。ほら、ほら、一番の今日のビッグサプライズに。ダメなさいよ、あれ、プレゼントに。ビッグサプライズは確かに。誰中の誰やねん。知らん大西さん。いやいや、まあでもこうやっていろんな方がお祝いしたい。そう、そういうことですよ。駆けつけてくれる、やっぱ宮迫さんの人望。そうですよ、人望で来てくれはった。もうみんなお祝いしたい。そう、ちなみにちょっと年齢、おいくつですか。52です。同い年。はい、同い年や。そうですよ、だから。え、もしかしてあの学校が、あの、あ、天皇中学ですか。いや、また誰やねん。結果誰やねん。何の繋がりもあれへんの。何の繋がりもあれへん。何や、帰って。まあでもこうやっておっさんもやっぱお祝いしたい、うん、やっぱりおっさんのバースや、おっさんのバースで、まあ同い年で。そうです、そうです。わざわざ来ていただきました、大西さんです。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、いい人、めちゃめちゃいい人。すいません、ありがとうございます。ありがとうございました。最後はね、じゃあもう今日は以上かな、ちょっとで、はい、ね、はい、ありがとうございます。
もうええわ止めろほんで、大西さっさと帰れどうも、牛宮城からの、お知らせがございます。大変好評をいただいておりまして、もう4月の方も、予約はいっぱいでございまして、ただ働いてくれてる人たちが本当に忙しすぎて大変な状態で、緊急なんですけども、社員さんとバイトの方両方募集させていただきたいなと思いまして、はいはい、概要欄に貼っ付けておきますので、URL ぜひご応募ください。はい、営業時間5時からなんですけども、はい、実はその前からの従業員の方もかなり募集したいと思ってまして、はい、清掃とかですね、準備とかなので、接客が苦手だなって思うような方とか、はい、お子さんがいらっしゃらない時間を使って働きたい主婦の方とかもぜひご応募していただけると嬉しいです、はい、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。堤くんもほぼほぼバイトリーダーみたいな状態になってますので動画の方も撮っていかないとダメなので、皆さん助けてください、はい、よろしくお願いします。お願いします。負けそうな時